しゃがむ。ギャッハハハハハ。で、1,2,3 動ける形とさ、重たい負荷をかけるのってまた別だからさ。もちろん全体的な筋力アップも必要だけど、ゴルフの場合は今持ってる筋肉をどう使うか。うんやん、それはそれは強いから。 8.5 キロ持ち上げて外回し、持ち上げて外回し。かわいい。やるからまずは軸足が左足で一歩横に出て、今度前に下げる、横出てポン下げる。ちょっと紐短い。別に私の身長は小さいわ。さ、あんまりその後ろに、膝が後ろに引けるほど後ろに行くから多分紐足りないんで、その場でさしゃがめる。そう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 、結構足の筋肉使いながら。そう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 、スキルトレーニングだね完全に。お尻にブランがいる。ギリギリのところギリギリ当たっている。ギリギリやったら後ろ行っちゃダメ。足、そう、一回、そうそうそう、で、今度前に出してしゃがむ。ギャッハハハハハ。分かってもらえてよかった。分かったでしょ。そんな簡単じゃない。アミちゃんがマジでやばい。意外とバランス大変でしょ。だから足だけでやろうとすると大変だから、しっかり紐をずっと伸ばしとく。そう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 、腕でしっかり支えときながら。 TRX は基本的に腕の力めちゃくちゃ必要だから。てんちゃん、やっぱアミが普段当たり前にやってるトレーニングを一緒にやるとどう？いや、すごいです。やっぱもう違うなって思います。またブラン、ブラン。はい、はい、アミ逆、今度逆足。よいしょ。アミは全然余裕？余裕ではないです。てか、さっきのやつにやられました。さっきはどんなやつやったの？ウォーミングアップしてたの。ウォーミングアップどれ？ 1,2,3 やば。ぬかちゃん、師匠として、どう、アミの変化は？いや、だいぶ変わったでしょ。だって最初、まずだって背伸び1年ぐらいやってなかった。やってました。あ、そっか、そっからか。で、あとリスト強化でしょ。うん、それは今も変わりました。で、あとバランスだよね、うん。で、そっから強化したんじゃないかな。先生に重たいトレーニングとかして。うん、まずさ、肩の華奢感がなくなったんだよね。ああ、確かにね。綺麗さが全然変わったよね。うん、形がね、うん、そうなんだよね、形が大事なんだよね。筋肉とか、その成長度合いに合わせてメニューを変えていくの？毎回違います。TLX ってさ、教えるのも難しいじゃん。うんうんうん、怪我をしないように、かつ、そのなんていうの、負荷をかけるのはいいんだけど、まあ、その動ける形とさ、重たい負荷をかけるのってまた別だからさ、全然違う。そう、それが難しいよね。もちろん全体的な筋力アップも必要だけど、ゴルフの場合は今持ってる筋肉をどう使うか、うん、特に女性の場合は、うん、いいこと言うね。その通りだね。女の人はやっぱどうしても筋力アップっていうのはすぐにはついてこないからね。うん、そうだね。数えとかないと一生懸命させない。いいんじゃないかな。
もう本当に鬼教官だからね。じゃあそうやって言うからなんか怖い怖いみたいな。あ、怖いんじゃないよ、必要なことじゃん。だってそこなんだよね、あの厳しいのが怖いって言うんだったら受けなきゃいいだけの話なんだけど、そうではなくさ、じゃあもう横幅がちょっと狭いんだよ。だからその銀のあのカップまで行くもうちょっと広く行くから柔らかいから絶対もっといけるはずなのになんかバランスを崩さないパターンでやるから。いやでも見ててすごい思うのが、まあ、愛ちゃんもそうだし、てんちゃんもそうだけど、まあ、アミは当然だけど、全員肩がすくまないっていうのが素晴らしいね。うん、あ、こう、そうそうそう、腕の力が足りなくなって肩すくめるのよ。で全員肩がすくまない、形が本当に綺麗、綺麗だよね。うん、丁寧な肩かまれりのアミがテンちゃんを小バカにする時間はちょいちょい聞くけど、テンちゃんがアミを小バカにするのまだ聞いたことない。確かに。本音出してけ、本音出してけ。確かに確かに、本音本音。じゃあトレーニングしながらテンちゃんから見たアミの印象教えて。うん、正直な。一番きつい。一番のスキルアップ。そうだよ。いや、あの本当に素晴らしい。あ、そういうね、わざとらしいのいらないから。でもプロゴルファー、そのプロになって、うん、その今のプロゴルファーの子ってこんな面白い子いないじゃないですか。あー確かにね。アミちゃんの面白さはマジでやばいです。それはもうさ、18区からここにいるからさ、先生がさ、先生の最初何にもできなかったから、当たり前ですっていうのが癖だったんですよ、うん、口癖で。そうそう、当たり前、なんか返せないと、うまく、だからあそうですよみたいな、こう上乗せしかできないから、それやめろって言われて、やめろって言われた。どう返せばいいのみたいな。せんちゃん手首痛くないんだよね。はい、大丈夫。腕立て下がりながら片足の足を横にこうやって、わ、腕立ては深くなくていい。アミはまあいけるところで、2人は結構浅めでいいから、肘曲げるのは。でアミは大丈夫だけど、まず最初の姿勢で、特にテンちゃんお尻が落ちないように。はい、うわ、きつ。そうそうそう、嘘やろ。いや、明日ラウマなんですけど。それじゃ先言ってくれないと。試合、いや、じゃあ大丈夫だ。でもアミタイガーウッズはメジャーの日でも朝ウェイトトレーニングしてからツアー出てるよ。いやだから日課なのよ。試合前だからやらないとかとかじゃないのよ。だ試合前だからトレーニングしないとかじゃなくて、常にするの。なるほど。さあ、いいね。めっちゃ綺麗。すごっ。さあ行きましょう。でも最初来たら本当に、あの初めの方は、うん、すごい嬉しかった。同級生の子来るの。うん。しかも選手じゃないし、うん、仲良くなれるじゃんって思って、うん、来たら来たで、人見知りが発動して、うん、何話していいのか分からなくて、うん、全然話せなかった。結構時間かかっちゃった。そう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 、すごいすごい、これやばい。そうそう、お腹、お腹腕立てて吹きるんだ。頑張って、これやばい、頑張って。いや腕立てできるんだね。あと4、はい、はい、3、ラスト、ラスト。俺これできないわ。4、オッケー、オッケー。できてる、できてる。すごいきつい。思いのほかできてる。これ俺できない。もう一周だけするよ。何周か。あ、もうダメだ。てか腕が死んでんじゃないの。そもそもね。で、先生は深めでいきましょう。うん。うん。おお。やば。やばい。きついこれ。次はまず手を横にペチャンってなってるっていう、横に、そう、こっからスタート、こっからスタートで手ついてお尻を高く持ち上げる。うわ、で一回一回胸つく、で横にペタン、でもう一回胸の横で頑張れ。今てんちゃんの目線がすごい熱かった。もうお母ちゃんも出産間近なのに
ギリギリまでこうトレーニング教えたりするのね。それはだってもう今の時代リモートもありますからね。確かに、ね、来なくなったらあのリモートなんで来て持ち上げてお尻高くそうやばいはい、高くしてる時間があんまり短くならないように高くしてしっかり止まる。高く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 はい、オッケーオッケー、おーいいよ、上げれるじゃん。心を鬼にしてんだよね、かえちゃんも。じゃあ目的がてんちゃんだけはよくわからない。だんだんね、てんちゃん後ろ下がってるからね開いて、この時お尻上げて、なになになに、このままで、そう、いかにお尻の位置を同じに位置、うわうわうわ、お尻の位置キープ、そうそう、開いてんだ、開いて、膝曲げる、で、お尻の位置変えない、開いて、曲げる、そうそうそう、アホじゃない、めっちゃ綺麗、オッケー。明日ラウンドだからね。ラウンドじゃなかったあと7回くらい出たんだけど。ラウンドでよかった。いやこれ。ここで足開く。でここの高さ変えないで、もう今お腹落ちたよ。ちょっと寝込んで、膝曲げる。寝込んで。開いて膝曲げる。そう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 。OK。でね、右足の方が開いてるから左足も頑張って開いてる。そう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 。ラスト、両足均等に、そう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 、開くとき腕立てとかしないの？ OK、これはしない、これは開くとき腕立てこの時も今めっちゃ綺麗でしょ、お尻から肩までのラインが、これがお尻が残ったまま、ちょっとダメなやつやって、お尻残ったまま前だけ突っ込むとか、てんちゃんこれね、あ、そう、腰反るのもダメ、そう、ね、そう、ここが1枚の板だと思って前に倒れる。で、これは見たいって言ってるけど、限界のところが来たら自分で戻して、だから自分のギリギリの部分との戦い自分で逆に負荷をかけなきゃいけないから、浅くやってると全然効かない、うーん、で、めっちゃ頑張ると戻ってこれない。そうですよねそう、これめっちゃ言ってるから手首を真っ直ぐ、肘を真っ直ぐ、バンザー、肘、いやちょっとは、過信点はしないけど、かけてるだけ、この紐に対して体重かけてるだけ。あれですよね、あのアブローラーでしたっけの TRX から、あ、そうね、そうね、あのこうくるくるってやつ、うん、これ膝を上げる、あれ上げない、上げない、膝上げない、あと4回いいよ。ラスト1回は膝を上げないない、ちょっと今日はハードです。今日ちょっとハード、はい、そう、いつも以上。いやでもいつもこんな感じじゃない。いや、いつもはストレッチが入ってる、うん、ストレッチかつ筋トレが必ず入るんですけど、うんうん、ちょっと激しめのアップをしたから、うん、もういけるでしょみたいな、ちょっと同級生と一緒にトレーニングできるってなかなかないから、今までじゃありえなかったもんね。伸ばしとく、そうですね、そう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 、先生、先生とやるか、そうだよね、俺とやるか、はい、あの私がバランスボールに乗って、うん、先生、たけさん、かよさんからいろんなものが同時に飛んでくる、覚えてます？あ、覚えてる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 、テニスボールとメディシンボールと、あとなんだ、軽い1キロのボールがあって、先生 の, あの数人から投げつけられまくる、しかも同時に誰が投げるか分かんないです、 そ, うそれをこうやって警戒しながら、そうで落としたら罰ゲームだし、でも一番軽い球を持っている先生のテニスボールを一番警戒しすぎて見えない、そうそう、周りがね、視野が狭くなっちゃって、視野が狭くなっちゃって、難しいな。でも毎年、うん、そのできなかったことができるようになるのがすごい明確、うん、明確なんで、うん、そこが楽しいです、うん、あ、なんか去年はできなかったのに今年はできる、うん、それがさ、勝手にゴルフの成績につながってくる、ね、そうですね、うん、さあ、アミ行くよ、はい、よいしょ、はい、ナイムです。あの去年はね、できなかったものがあのできるようになるのが楽しいです。ナイムです。あ、いけると思います。赤ちゃんの頭にさ、ブランが言ってる。クッションみたいな。
あ、いいね。やば、やせよ。まずこれは手を前に出したまんま斜めに後ろに倒れて、まず最初は足を持ち上げて外回し、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 かわいい。で逆は外から外からなんか常にポイントはこの紐をギュッと下に手で押さえる。これチャミ線とか覚えて止まってくるんですよね。そう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 。だいたい6番ホールとか。あ、いいね。6番、次6だね。あ、チャミ線、すいません、どうしましょう。ポカリでよろしかったですか。いや、はい、キュウリの一本釣り。オロナミンシートを大丈夫ですか。ヤクルト頑張ってください。大丈夫ですか。はい、大丈夫、聞こえなくて、すいません。はい、あ、前空いてるんで、もう次行ってください。はい。やばいよ、絶対今ので。まだこれ半分だから。10、はい、半分終わった。はい、今度逆、はい、持ち上げて下げる。はい、紐引っ張っといて、ね、下に押しとくことが意味があるからね。手をギューッと下に押しとく、こっちに向かってね。紐が絡まないように。6番。次、7番終わって、あそこチャミ線、チャミ線ですね。あそこ、そこチャミ線ですね、チャミ線。チャミ線ですね、チャミ線ですね。自信が起きてる。だいぶ食わりますけども、だいぶ大丈夫ですか。いらない、いらない、ハガちゃん、前空いてるんで行きなさい。9、かっこいい。これ、なんか10、はい、OK、やったです。うまい。そうそう、で、持ち上げて、アミツアーで勝てよ。そう、で、綺麗な円を描く。行けよ、お前は行けるぞ。アミのツアーとか応援しに行きたいよね。お前応援してくれる人いっぱいいるからな。3、4、お疲れ。5、頑張って。6、綺麗に円描いて。7、1、2、3、これするとスイングの軸、スイング自体がすごい安定するっていうのと、もう単純なエネルギーを生むための練習になるので、うん、これはぜひやってほしいです。え、てんちゃんは何を目指してやってるの？そこだよ、そこ。そこ。花嫁修行？花嫁修行。料理とか覚えた方がいいと思うよ。多分ね。現実問題。料理できる？できない。もうアミなんて一番最初やばかったもんね、料理ね。やばかった。もう全員からダメ出しされまくって、メンタル折れまくってた。逆にどうやったらこれを作る？どうやったら、そう、どうやってこれこんなまずく作るの？じゃあ一番ビビったのは、肉に下味つけてって言ったら、下味って炒めてる時に塩コショウするやつですよね。下味じゃない、塩コショウ。ちゃんと炒めながら塩コショウするじゃないですか。ああ、それが私の中で下味で、野菜を入れてもう一回やって、それが本当の味付け。